はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんにですね、ちょっとクソギミックをご紹介したいなと思ってデッキ組んできたんですけども、まあ、死んだでね、トランザクションロールバックっていうカード、このぶっ壊れカードが、まあ、実装されまして、まあ、クソリッカーのおもちゃになっているという話なんですけども、このトランザクションロールバックを落とすカードとして、まあ、どういうカードがあるかっていう話なんですよ。まあ、まずやっぱ一番強いのはベアトリーチェなんですけども、なんでもこのカードの、墓地をくれるからね。このベアトリーチェって、まあ、一応1ターン1度なんで、この1番の効果が。だから、まあ、ベアトリーチェは、1枚では、1体だけでは、1枚しかカード墓地を送らないんですけども、ロールバックって結局2枚のカードが墓地に落ちないと、ロールバックプラス通常罠が墓地ないといけないんで、好きなカードを2枚墓地に送る、まあ、コンボがあれば、まあ、このトランザクションロールバックのコンボって成立するんですね。はい。で、好きなカードを、2枚墓地に送るためにはどうすればいいかっていうと、このベアトリーチェと、あとこのライトロードドミニオンキュリオスっていうモンスターを出せば、こいつが好きなカード墓地をくれて、こいつが好きなカード墓地をくれるんで、実質2枚好きなカード墓地をくれるっていうコンボなんですね。これが、イゾルデーを成立させることによってできるコンボがありましてですね。これはクソデッキソリティア界だと、まあそこそこ有名な、イグライトというギミックを使うとできるんですけども、イゾルデー成立させることによって、イグライトムーブから、まあベアトリーチェと、それからまあドミニオンキュリオス、これをまあ成立させていくというコンボですね。で、今日はこれで何をやっていくかっていうと、みんな大好きチェーンマテリアルと、フュージョンゲートを使ったマテリアルゲート、これをやっていきます。これどういうコンボかっていうと、チェーンマテリアルが手札デッキフィールド上墓地から、選んで素材をゲームから除外して融合さにできるよっていう効果をそのターン中適用するっていう効果なんですよ。で、こういうね、効果処理を挟まないような通常トラップカードってチェーンマテリアルだとコピーできないんですけども、直接はこれどういう風にこのカード発動していくかっていうと、こういうそのチェーンマテリアルで直接コピーできないカードは、このトラップトリックでコピーしていきます。トラップトリックまたはトラップトラックあたりをこのロールバックでコピーして、チェーンマテリアルを、トラップトリックとかの効果でデッキからセットして発動していくという、そうすると実質トランザクションロールバックでチェーンマテリアル発動したみたいな感じになるんで、このコンボですね。今回ちょっと複雑なコンボがかなり絡み合ってるんですけども、このコンボを見せていきたい。で、フュージョンゲートを、サーチできるモンスターが増えまして、これジオクラーケンっていうモンスターなんですけど、これデッキポッチからフュージョンゲート持ってこれる最強のモンスターなんですね。フィールドバフォーだったら何でも持ってこれるんですけど、なんで、イゾルデ成立からマテリアルゲートが、確定しました、現代遊戯王において。今までね、マテリアルゲート成立させたの結構大変だったんですよ。なんかラビリンスデッキとか使って、なんかだいぶコンボパーツの多いコンボを成功させないといけなかったんですけども、なんと現代遊戯王、こいつが成立するだけで、これができるだったというところで、今日はこのね、クソソリティアをね、お見合いしていきたいと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。いやー、なるほど。いや、ちょっと誘発何もケアできねえ。ちょっとヒーローアライブに裏打ってくれ。いや、なんもない。エアーマン特召喚。効果発動。エアーマンの効果発動するといいのか。あ、なんもねえよ。なんもねえんだらいいか。なんもなかったらお前死ぬけどいいか。ネオスペースコレクター召喚。効果発動。ちなみにこれ相手の手札カンニングできるんでね。これめちゃくちゃ安心できるんですよ。2ビルあるかどうかだけ確認するわ。ネオスペーシアンアクアドルフィンの効果。キモイルカの効果によって。聖騎士か。なるほど。これなんもないですね。じゃあ、オリビエ爆破ショッカー。じゃあお前死ぬわ。じゃあお前死ぬけどいいか。じゃあお前死ぬけどいいか問題発生するけどいいか。とりあえず、イゾ&ルデさんを出していく。ここからはですね、クソデッキ御用達ソリティアとなってますんで、これよかったら覚えてください。まずはキャリバー持ってきまして、で、イゾルデの効果発動。装備カード1枚墓地送って、リナルド特殊召喚。で、リナルド特殊召喚成功時効果。デュランダル回収する。で、デュランダル回収&装備。で、デュランダル効果。で、イグニス・フェニックス持ってきて。で、イグニス・フェニックスとキャリバーでスケール貼る。はいはいはい。で、これね、イグライトの共通効果は、なんか爆破すると、なんかちゃう炎属性戦術を持ってくれるみたいな効果あるんですけど、
これ使います。でイグニスフェニックスの効果起動しまして、破壊されたんでデッキからイグナイト出します。チューナー扱いで、でシンクロ召喚でロックス出す。こうすると、スケールが右と左揃うんですよね。ロックス効果、今ウージー持ってるから、キャリーバー持ってきて、これで2から7のスケールが揃うといったところですね。でビヨンドザペンデラムを出して、ペンデラムモンスター含んでるモンスターで、はい、でクロノグラフ持ってくる。これめちゃくちゃ強いんだよな、この動き。まあライフもすでに2800になってるよね俺自殺願望者みたいになってるけど。でイグナイトキャリバー発動で、ペンデラム召喚していきましょう。ペンデラム、だから3から6のモンスターが同時に召喚可能ってことよ。あ、で、ティクトからはもういいや。特殊召喚、特殊召喚で、ビヨンドはキャンセルで、ウージー効果爆破して、キスネビユララ持ってくる。でそうするとクロノグラフの効果が起動して、ティクトから特殊召喚できて、でさらにティクトからモンスター特殊ができるんで、このキスネビユララ出す。こうするとフィールドのモンスターが全部炎属性になります。はい、でですね、まず一旦これでベアトリチェ出して、でベアトリチェ効果オーバーレミット1個使って、好きなカードを墓地送る。で同じ属性で種族が異なるモンスター使うと、また好きなカードを墓地送れる。あの好きなカードを2枚墓地に送るというコンボですね、これが。はい、これが世界最強コンボ。好きなカードを、2枚墓地、ワンターンに好きなカードを2枚墓地に送る最強コンボで、これでトラップトリック墓地送る。でトラップトリックの効果をトランザクションのオールバックでコピー。こうすると好きなカードが、好きなトラップカードが、デッキから発動できると、実施ですね。で、チェーンマテリアル除外して、チェーンマテリアルセット。OK。で、キリオスで墓地を送る。で、チェーンマテリアル発動。で、チェーンマテリアル効果で、このターン、融合召喚する場合、デッキ、墓地、フィールド、手札から素材供給できます。だデッキ融合できますね。で、プロキシエフマシャンの効果。融合召喚、これ新規モンスタージオクラーケンで、ジオクラーケン融合召喚成功で効果、フィールド魔法持ってくる効果、もちろんフュージョンゲート皆さんマテリアルゲートということは聞いたことありますでしょうか。これ実質一番初動で、マテリアルゲートが可能となりました。現代遊戯王、遊戯王終わったこれね、あのデッキの中の素材を、使って融合できるっていう状態になってるんですよ、今。マテリアル、チェーンマテリアルの効果で。で、フュージョンゲート、ちなみに単位違いませんので、これ何が起きてるかっていうと、デッキ融合を無限回できるっていう、今、現状。デッキ融合を無限回できます。はい。ちなみに、この本当に誰やねんというエレメンタルヒーローエクシーラ君は、これ融合召喚成功時、除外ゾーンのカードを全部デッキに戻すという最強効果を持ってまして、これがマジで強いんですよね。これ本当、誰やねん、ストレッチマン。これ誰やねんストレッチマンマジ強くて、でグスタクマックスの効果でとりあえず1回2000バーンね。はい、2000バーンかまして、はい、バーンで、これあとはですね、同じこと繰り返します。はい、ちょっと若干癖あるんですけど、まず一旦このガイアとかいうのが謎のエレメンタルヒーローモンスター出しますよと。エレメンタルヒーローガイア出す。でガイアのことどうでもいいわ。でガイアとエレメンタルヒーローを使って、これもまた誰やねんだけど、破傷戦イダテンとかいうほど、お前誰やねんみたいなやつを出します。であ、これはまあ除外ゾーンにカードを送ってるだけなんですけど、でフュージョンゲート発動します。でもう一回これエルリクシーラーを出しますとですね、何が起きるかっていうと、今さっき除外したモンスター全部もう一回戻るんです、ね、デッキとエクサデッキに。はい、伸びるストップ、ここにパワーが溜まってきただろうって言いながら全部カードが戻る。はい、そうするとグスタクマックスがもう一回戻るので、レベル10のモンスター2体って言って、でグスタクマックス出すと、グスタクマックスの効果ターン1ありません。エレクシーナの効果ターン1ありません。フュージョンゲートの効果ターン1ありません。チェーンバッテリアの効果ターン1ありません。ターン1ないない集団による圧倒的グスタクマックス4連打見せていきましょうこれ相手よく見てくれてんだ。何起きるか理解してないのか。ちなみにこれ全く同じことを繰り返したんです。これあとは全く同じこと
まあ、ちょっと素材があの変わったりするけどね。で、イダテン出して、ちなみになんですけど、あのね、作業量めっちゃ多いの。だからね、ちょっともうめんどくさくなってきたからサレンダーしてほしい。まあ、じゃあ作業量が多いのよね。ちょカードをね、発動する、する作業量めちゃくちゃ多いのよ。はい、ユスタクマックス。なんか、これ効果ダメージのみ勝利ゲットできる。相手、なんかだいぶ見てくれてるわ。これ効果ダメージのみ勝利ゲットできるかもしれない。これでガイア出して。相手これ、何が起きてるんだろう。トイレ行った、お風呂入ってる。上がったわこれ。あの対戦相手ことは風呂入ってるわ、多分。風呂、お風呂ワンキル来たわ。お風呂ワンキル来ました。お風呂ワンキルかませそう。イダテンとかいうモンスター活躍しすぎじゃない？素材レベル5以上の戦争2体なだけなんだけどね。はい。はい、はい、はい。エレクシーラ何回目？これわからん。もうなんか10回目くらいなんじゃね？この対戦で。サムネイルエレクシーラにしよう。この動画のサムネイルエレクシーラにするわ。レベル10のモンスターに対してオーバーレイ。エクシーズ召喚。ニョキ、ニョキ、ニョキ。対戦ありがとうございました。やった、効果ダメージのみ勝利達成。なんだこのクソレッキピリレースの地図。ピリレース玄魔か、なんだこれ。ベノミノン。やばいカード、やばいカードサーチしてるぞ相手。スピードロイドベゴマックス、何わからん。なんだこいつ、ベノミノンとかいう最強モンスターサーチしてっけど、一体何が起きるんだこれ。ベイゴマックスタケトンボーグ、一体これは何が起きるんでしょうか。未来利用かなんか出てくるんですか。あ、インボーカー、なるほど。あー、インボーカーか。ソルティア系か、イゾルデか、ちょっとわかんないですね。あー、なんかイゾルデくせえな。なるほど。イグナイト、え、これなんかさ、くしくも同じ構えじゃね？これさ、いや、これ、え、わかったわ。これなんか、俺同じ構えされる気すんだけど。イグネスフェニックスでキャリバーチューナーでしょ？これロックスじゃね？これロックスだよな、多分。あ、そうだよな。なるほどな。やばい。これちょっと待って、もしかしたらさ、わかんない。まあ、ちょっと、わかんないけど、ちょ、坊や、驚いたね、坊やの可能性ある、これ。驚いたね、坊や、くしくも同じ構えたの可能性ある。これ、クロノグラフ持ってくるやつ、もしかして。あこれ、マジで全く同じ構えだった。やっぱね、このギミック強いんだよね、この、あのクソデッカーの間でしかやってないと思うんだけど、クソデッカーの中では、やっぱこのベアトリーチェと、あのキュリオスを両方ともワンターンで出すっていうコンボ、結構これ割とまあ強くて、まあ、それか御用達となってるんですが、これ多分なんですけど、それやってくるんじゃないかな。ベノミノンってことはこれなんだ、なんかあれか、なんか邪神降臨からかコピーするのか、ちょっとわかんねえ。キツネビューラー、はい、でクロノグラフからのキツネビューラーでしょ。ちょ待って、これあれベノミノン出力したらいけんだっけ、あれって。ちょっとわかんねえ。なんかあれだよな、ベノミノンが効果で破壊されたときに邪神降臨があると、ベノミナーが出てくるみたいなやつだよね。永遠の宿所ベアトリチェ来た。ベアトリチェ効果、トーバレート1個使って、トランザクションロールバック、なるほど。トランザクションロールバック送る。で、トランザクションロールバックの効果で、通常トラップカードコピーできるんで、ライトラドミニオンキュリオス組んで、コピー先をこれ送るのか、なるほど。コピー先送る、あ、トラップトラックか、なるほど。で、ドミノキュースの効果起動するのカード3枚墓地送られる、なるほどね。はい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 。これどうやってあれか、あー、なんかスカレットなんかすんのかな。あ、じゃあアドバンス召喚か。くさ、結構普通に出てきてさ。トランザクションロールバック効果除外してトラップトラックを、効果使ってベノミノンが破壊して邪神降臨、なるほどなるほど。でもさ、これ、ベノミノーガルだって低すぎん？
これさ、爬虫類族モンスターこれいだからいそうだよね、500だけど大丈夫、500しかないけど、だっていやベロミネアが何の効果も受けないかもしれないけど、これ500だって今これ殴ったら死ぬぞ、相手殴ったら死ぬぞ、あれリンで独断、あ、くさっ強引すぎ、あまりにも強引すぎる、打点の上げ方強引すぎるだろ、7000やばい、7000何の効果も受けないバケモン爆弾者やば、天才デッキやん、天才デッキなんだけど、いや完全に、え、でもちょっと待って、これ妨害なくね、このデッキ、え、盤面に全く妨害ないけどこれ、え、ちょ、わ、さ、これさ、ま、一応手札誘発確認しに行くか、ネオスペースコネクター持ってきて、はい、で、ネオスペースコネクター召喚する、で、効果起動する、で、手札切る、ちょ、手札見してもらってもいいですか、え、これマジで妨害ないよね、1ミリも1ミリたりとも妨害ないと思うんだけど、あ、月神とヒロイコール、え、そうだよね、え、なんかこれもしかしてあれ棒立ちエンドってこと、え、なんならさ、相手これライフ1400しかないから、なんか3000くらいのモンス、2600くらいのモンスターで、ビヨンドも殴っても勝ちじゃね、ビヨンド殴っても勝ちだし、これなんならグスタフしたら勝ちじゃね、あれベノミナガさん、ちょ、ベノミナガさん、これこれどうでしょう、これこれ効果通ります、嘘だろちょっと待って、何そのデッキ、